皆さんお疲れ様です。格闘技ラジオの時間です。本日もよろしくお願いします。これ聞いていいねと思ってくれた方はチャンネル登録の方よろしくお願いします。最近ツイッターも始めましたので皆様フォローの方よろしくお願いします。それでは今日は井上尚弥バトラー、ちょっと進展ありです。いやー、なんとこれバトラー側がついにもうやる気を出した、井上尚弥と戦う、そういう声明文を出しました。バトラーは以前は日本開催でもいいよって言ってましたね。発表された声明文によりますと、バトラーは統一戦を自身の地元であるイギリス開催にするべきだと主張しています。まあ、誰もが認めるチャンピオンになるチャンスを望むなら、モンスターはイギリスで戦う準備をしなければならない、そう訴えました。いやー、これはね、別に悪いことじゃないですよ。これ別に交渉、そんな井上尚弥が優先で交渉するってわけでもないんですよ。これはこれ井上尚弥にとっては敵地で敵地のスターを倒すっていう、もうビッグチャンスなんですよ。これアウェーって言うと結構不利になるんですよ。これどんなスポーツでもアウェーでやると本来の力が発揮できないことが多いんですよ。ただ今後の井上尚弥、それを見ていく上で、ただアウェーで勝つ姿、それを見たいですね。これアウェーでその地元のスターを倒すっていうのは、まあ記憶の中だと西岡俊明選手が、あれいつだ、もう10年以上前なんですけど、メキシコで、メキシコの当時のスター選手ジョニー・ゴンサレスを見事な KO でやっつけた時、あれはすごいですね。あの、大抵日本人ってアウェーで負けちゃってるんですよ、世界戦で。だからそれだけ難しいんですよ、アウェーっていうのは。もう10割、いや9割、いや10割ですね。もう99%その国の、まあ応援、まあ発展途上国なんて、もうアウェー、敵地の選手はブーイングを浴びせられるんですよ。もうだ、そんな中で勝つっていうのがもうすごい強さになるんですよね。あとアウェイで勝ってるともうすごく評価されます。もうアウェイは難しいっていうものなんで。それに対して井上尚弥選手はどう答えかったかというと、もうどこでもいい、敵地でもやってやる。いや、素晴らしい声が出ましたね。これはチャンスですよ、敵地でやるっていうのは。もうね、これ強くなるチャンスなんですよ。もうホームでずーっとやるのともう全く違いますからね。もう経験値も上がりますよ、アウェーでやると。まあ、ただですね、バトラーってもう格下なんで、明らかな格下なんで、これはハンデっていうことじゃないですけど、まあこういう相手の地で相手の、国のスター選手をやっつけちゃう、島国のアジア人がイギリス人をやっつけちゃう、素晴らしいじゃないですか。これ大橋ジム陣営は、どうにかしてアウェーで進めてほしいと思います。これ井上尚弥選手だけの逸材じゃないですからね。いろんなプロモーターとか、まあ、お金の絡みもあるんで。ただイギリスっていうのは結構ボクシングが、まあ、盛んなところで、全然イギリス開催でもありだと思います。とかイギリス開催にした方がもしかしたらお金動くかもしれませんね。あのイギリスのペーパービューとかイギリスのマーケットとかもあるんで、まあ井上尚弥選手が戦うってなると、もう日本、まあ、ケーブルテレビじゃない、ネット中継、まあ、アマゾンかダゾンになるか分かりませんが、もう絶対
井上尚弥選手なら売れるんですよ。これはどうなるんですかね。ダゾンになるんですかね、もしかしたら。いや、どっちにしろ楽しみですね。これはもうすごいマーケットになりますよ。そしてこのバトラーをさっさと、もう今年中、もう秋ぐらいになんない、できないですかね。もうそうすぐ倒して、すぐスーパーバンタム級も次、フルトンか、ムロジョン。どっちかが4団体統一チャンピオンになっていたらもうすぐそこに挑戦、いいんじゃないですか。それがすごい盛り上がりますよ。で、井上尚弥選手が、スーパーバンタム級の4団体統一チャンピオンになる。そしてすぐフェザーに上げちゃう。これどう思いますか、皆さん、こういうプラン。バンタムとスーパーバンタムでどっちも4団体統一チャンピオンになっちゃう姿、これ初ですよね。これ早く見たいですよね。とにかく目先のこのバトラー戦、どうにか成立してほしいと思います。まあ、もしバトラー戦が成立しないのであれば、まあ、どっちにしろ WBSF でも優勝してるんだし、ドネアを倒してるんだし、もう最強と、バンダム最強という称号は手に入れてるので、このままスーパーバンダム行きましょう。バンダムにもう敵はいません。バトラーももう格下です。これはアウェイ。だからこれイギリスでも知ってもらうチャンスですよね。井上尚弥っていう男を。まだまだ世界の一般人には知られてませんから、井上尚弥っていうのは。これ知られるチャンスですね。イギリスっていうのはもう、あらゆる分野の中心、まあアメリカに次ぐ中心地にもなってるんですよ。イギリスで名前が知られるっていうもう大チャンスですよ、これは。もう、日本は、もう、ホームにこだわらない。もう、これからは。強い選手は特に、どんどんアウェーで、その国のスターを倒していく。まあ、これ、ゴロフキンが、もう結構アウェーでも関係なく、どんどん人を倒してるんですよ。あと、パッキャオね。あ、パッキャオはアメリカばっかりか。フィリピンとアメリカだけか。あ、ごめんなさい。ちょっとわかりません。まあ、とにかく、アウェーですね。アウェー。これ、メキシコとかにも攻め込んでほしいですよね。井上尚弥選手にも。やっぱり、ああいう、メキシコとかフィリピンで勝つって、もうすごいんですよ。もう、ああいう国っていうのはブーイングとかすごいですからね。ちょっと、同じようなことをちょっと興奮して連呼しちゃってますが、井上尚弥選手、ぜひね、バトラー戦、決まってほしいです、早く。イギリス開催、お願いします。以上です。これ聞いて、いいねと思ってくれた方は、チャンネル登録、お願いします。ツイッターの方も、フォロー、お願いします。フォローしてくれた方は、フォロー返します。よろしくお願いします。ありがとうございました。